平成30年の3月2日の衆議院 議運運営委員会でですね、黒田総裁本人に対して直接ね、あなたはお辞めなさいと実は進言をしたものであります。それはですね、物価安定目標 2% はですね、約束の2年経っても全然達成することができずにですね、しかもですね、その時申し上げたのはアメリカの大投資家の一人ジム・ロジャーズですね、彼がですね、このアベノミクスのですね、異次元の金融化、過度な円安政策は間違いだと、今はいいがやがてツケが回ってくると、自分の国の通貨をですね、こんなに貶めて安くして繁栄した国はないと、安倍総理はやがて日本を破壊した男としてその名を歴史に刻まれていると、こうジム・ロジャーズが言ってますよと。だから安倍総理にも方針変換したらどうですかと、こう言われてしまわないように方針転換したらどうですかと、黒田総裁にはお辞めになったらどうですかと、それがあなたのためだし、あるいは国民のためだし、国のためですよと、そういうお勧めしたもんですから申し上げた次第でございます。本人がいなくて、バカだねバカだねバカだね、私愛してほしいと思ってたなんて、バカだねバカだねバカのくせに、愛してもらえるつもりでいたなんて。